どうもこんにちは。前回、圧倒的な力に敗北したランザムユキです。ステータスに差がありすぎたんだよね。突然ですが、皆さんはこのゲームをやり込むならまず先に何が必要だと思いますか？やっぱレベル上げとか、強いパルを仲間にするところからじゃない？僕はこの力の石像のバフに目をつけました。なるほど、捕獲力の強化か。このゲームはレベルを上げるにも、強いパルを仲間にするにも、まずパルを捕獲するところから始まるんですよ。なのでそのための捕獲力を強化できる要素は当然必須になってくるわけです。確かに前回捕まえまくってた時に捕獲力が強ければもっと効率的だったもんね。ということで今回はクルリス像を集めまくって捕獲力を最大まで強化することを目標にやっていこうと思います。それじゃあパート2、ハッチマップよ。とりあえず前回やり残したクルリスと角紙の濃縮を終わらせちゃおうと思います。せっかくなので前回とは別の場所で捕獲してみますか。まだ討伐してないボスがいるぞ。クレメイオとの初戦闘です。クルリスとキツネギのスキルで削ってから捕獲しました。それじゃあクルリス捕獲に行くぞ。ついでにまだコンプリートボーナスを受け取ってないパルも捕獲して同時並行でレベリングも行っていきます。捕獲経験値ボーナスがマジでうまい。ってなんかさらっとグランモスが混ざってたぞ。レベル上昇で出現数が増えてきたからワンチャンと思って挑戦してみたら思いのほか簡単に削れるし、簡単に削れるなら捕獲できるまでトライすればいけるのでそんなに難しくなかったです。 4% を一発は激アツだね。合計116体捕獲できたので濃縮します。本当は濃縮する前にパッシブ厳選をした方がいいんだろうね。いずれは他のパルもやるだろうし、その時はパッシブも厳選したパルを強くしたいね。今回の力の石像なんですが、自分の捕獲力以外にも、パルのステータスも強化ができます。素材は貴重なものじゃないから限界までやってみるよ。480から520ってことは40増加か、結構変わるもんだね。こんだけ変わればグランモスを討伐できる可能性があるな。ということでやってみます。おお、ダメージがちゃんと通るようになってる。これならいけそう。クルリスのスキルもダメージが通るね。時間かけた成果が戦力としてちゃんと返ってきてるのを実感できて、今このゲームめっちゃ楽しいです。スキルのクールダウンが明けるまで耐えてから、2回目のスキルで討伐しました。グランモスの攻撃はかなり痛いからもうちょっと被弾してたら危ないところだったね。それじゃあ、今回の本題であるクルリス像集めを始めていこう。クルリス像集めだけを目的にするなら、ワールド設定で時間経過を変えることで効率化ができるんですが、知らない土地を探検する楽しみも味わいたいので今回はデフォルトのままでいきたいと思います。移動はこんな風に、ホークウィンで飛び上がってからグライダーで距離を稼ぐ感じでいくよ。クルリス像は世界に400個以上あるので、見つけにくい昼間でも、意識的に探せば結構手に入れることができました。とはいえ、夜に比べると見つけやすさが段違いなので、序盤は夜になるまでの時間をダンジョン攻略などで潰してました。これ攻略までをタイムアタックしたら面白そうだよね。途中から速度意識してみたけど、結構面白かったのでそのうち極めてみたいですね。ダンジョン以外にも新しいボスの討伐をしたりと、いろんなことをして昼の時間を過ごしていけば、すぐに夜が来るので、目立つクルリス像を回収していきます。遠くに光るクルリス像に向かって、一直線に移動したから新しい地域に来た感じするね。この初めて見るパルで捕獲ボーナスを稼ごうと思ったんですが、自分の攻撃は弱らせるまでに時間がかかるし、キツネビに戦闘してもらうと強すぎて討伐してしまいます。序盤で強いの作るからバランスが崩壊してるんよね。このまま続けてもレベリングは可能ですが、今使っている戦闘系のアイテムを一新することで効率化したいと思います。ついに銃の時代か。早速新武器の性能を試してみよう。人で試し撃ちするんかい。急に襲ってくるこいつらが悪い。火力も十分出てるし、これならやっていけそうな感じはしたんですが、この時は肝心の弾の量産方法がわからなかったので、結局クロスボウを使うことにしました。攻撃力ってレア度ですごい上がるんだね。こうして、夜になったらクルリス像を回収。昼はパルを捕獲してコンプリート経験値ボーナスでレベリング。これを繰り返しながら、西に向かって探索を進めていきました。夜はクルリス像集めに専念したかったんだけど、夜にしか出ないパルがいてあんまり順調じゃなかったんだよね。それでも、陸続きの本島はほぼ探索を終え、火山地帯にたどり着くことに成功しました。この火山、マップからもかなりの大きさがわかるんですが、
実際に行った時にはその高さもあって結構感動してました。でけえなこれ。頂上に着いた後も、そこから見える景色から、次の探索エリアに期待を膨らませていたのでめちゃくちゃ楽しかったです。普段こういう高さを感じられる場面がないから新鮮でよかったね。実際に現実で登山してみたらこれよりもっとすごいのかもしれんな。ただ大きさの割にはクルリス像は少なくて、敵も強くて捕獲するのも難しかったので火山地帯はほぼ観光で終わりました。大体が30レベル以上で捕獲率も低いんだよね。探索が楽しくなった僕はそのままさっき見えてた雪山に突撃しに行きました。めっちゃ寒そうな装備してるけど大丈夫なのかな？大丈夫じゃないです。寒すぎたー。体感の装備は着てたんですが、夜になるとそれだけじゃ耐えられないらしくデッドしてしまいました。この後、装備やスフィアをグレードアップさせるために石炭拠点を作ったり、効率を求めて拠点を移動させたりしたんですが、詳しく話していると時間が足りないので次回の拠点改造編で触れていこうと思います。拠点の改造が終わったので残りのクルリス像集めを再開していこうと思います。まだ行ってないところが結構あるね。火山と雪山は大きさの割にクルリス像が少なかったので、なるべくマップの中心に近いところを探索するのがいいんじゃないかと考えました。そしてその読み通り、たくさんのクルリス像を手に入れることができました。ここで一旦進捗確認のために拠点に帰ってきたんですが、もう終わってるじゃん。そう、なんと48個も余らせて捕獲力が最大強化されちゃいました。思ってたより簡単だったね。ちなみに捕獲率は8レベから10レベでこのくらい変わってました。このゲームはクルリス像以外にも、式という収集要素があるのですが、そこで格闘を守るボスがどんな人なのかを知ることができます。前回戦ったゾウイって子、悪い奴だと思ってたけど実際はそんなことなかったんだよね。これ読んだら、いいキャラしてて好きになったので、密漁団から解放してあげたいと思います。急にバグ技使い始めるじゃん。これからは僕の拠点で暮らしていこうね。誘拐をいい感じに正当化してやがる。それと、途中で訪れた小島で急に反抗中と出てきて困惑してたんですが、これも式を読めばなぜなのかがわかりました。バル愛護団体の偉い人が金曜区にしたくて自警団に依頼してるのか。でも敵対してくる愛護団体が勝手に言ってるだけだし、自警団も中身は腐ってるので従う必要はないです。それに、日本にはこんな便利なことわざがあります。バレなきゃ犯罪じゃないんですよ。いやそれことわざじゃねえしバレてるから立派な犯罪だよ。やっべえ逃げろー。目標を達成したことで少々脱線しましたが、まだ探索できていない場所が残っています。お、ついに世界樹に行くのか。残念ながら世界樹は謎の壁に阻まれてて行けませんでした。あらー。今後のアプデに期待ですね。そのまま壁に沿って世界を一周したんですが、マップを埋めることはできたものの、移動速度が出ないので、これだけで1時間弱かかってしまいました。となると必要なのは世界で一番速い乗り物か。と言っても最速のこいつは、速いか対強いでとてもじゃないが勝てないです。今の戦力だと到底叶わないね。いや攻撃が痛すぎる。だからまずはレベルを上げる必要があります。というわけで、未討伐のフィールドボスを片っ端から捕獲したり、コンプリートボーナスがまだ終わっていないパルをひたすら捕まえる作業に入ります。ただ、この時点でコンプリートボーナスが終わっていないパルと未討伐のボスはとんでもない数いるので、エリア別に分けて、一気に見ていきましょう。まずは範囲の広い、このパルパボス島の本島から行きます。拠点に作れる施設の中に観賞用ケージっていうのがあったから、これを活用していくよ。ここからはまとめていきます。まずは砂漠にいたパルたちから。そして序盤からいたけどコンプリートボーナスは未達成だったパルたち。続いてダンジョンや夜にしか出現しないパルたちのボーナスを回収していきました。レアなパルは配合で卵を産ませて、それを孵化させることで稼いでいったよ。こうして、最初は41レベだったのが、調子よく上がっていき、最終的には45レベまで到達しました。快適なレベリングは楽しいねー。次は黒曜火山のエリアにいるパルを捕獲しに行きます。このエリアはさっきまでの本島とは違い、敵のレベルが30を超えているので、捕獲の難易度が上がっています。体力を削るのも一苦労だから、快適とは言えないレベリングだったね。パルの数が少ないし、自警団に見つかると中断されちゃうから金曜区は特に大変だったよ。それに加えて本当のやり忘れてた地域のパルも捕獲して、かなりいい感じにレベルが上がり、この段階で49レベルまで上げることができました。カンストまであと1レベか。最後はまだ行ったことがない砂漠のパルたちのコンプリートを回収しようと思っていたんですが、50レベまでが思ったより近くて、砂漠に来てすぐ50レベになりました。しかも不具合で50レベルになった時の演出が出てこない。最後は閉まらなかったけど、レベリングはこれで無事終了です。
新しい兵器も解放されたことだし、これならジェットラン捕獲もいけるっしょ、と思ってたら普通にボコられました。あまりにも体が弱すぎる。ジェットランの移動が早すぎて、攻撃を回避するのがめちゃくちゃ難しいんだよね。このまま戦い続けても勝てるビジョンが見えないので、別の方法を試してみます。ジェットランはドラゴンなので、それに対して強力な氷属性のパルと戦わせれば、自分が戦わなくてもきっと勝てるはずです。というわけで氷属性の伝説、グレイシャルを捕獲したいと思います。こいつもジェットランと同じくらいの強さなんですが、速度はそんなにないので、攻撃を避け続けてダメージを与えていれば、いつか勝てるはずです。一発の火力やべえな。やばすぎて死んでしまうので、敵の行動を覚えるまではゾンビアタックでいきます。氷結からのコンボでやられたり、普通にボンミスで負けたりしたけど、ある程度グレイシャルの行動と対策は分かってきたよ。まずはシールドが割られちゃった時に無理しないことだね。このゲームはシールドがあれば、どんな痛い攻撃を受けてもシールドが割れるだけで済むから、回復まで空飛んで逃げます。あとはなるべく遠くからチクチク削っていけば、ボンミス以外で負けないことに気づいてしまいました。火力不足はパートナースキルのクールダウン短縮技で補います。ちょっとずるいけど、どうせクールダウン中は逃げてるだけだし別にいいよね。こんな感じで、必勝法が見つかってしまったので、残り少しまで削った後は、成功するまで何度もトライして捕獲しました。なんだかんだ1時間くらいずっと戦ってたね。いやー大変だった。本命のジェットラン戦なんですが、仲間になったグレイシャルが強すぎて、怪獣大決戦を眺めながら銃撃ってるだけだったので、全カットで。これでやっと最速が仲間になったぞ。仲間になったのはいいんですが、パルギアの素材が足りません。電子基板ってのが50個必要なのか。このポリマーってのが、パルのドロップ素材から作れるので、まずはそれを集めたいと思います。パルを解体できるアイテムを解放して、必要な素材を複数ドロップしてくれるグランモスを解体しちゃいましょう。何これは？パルを捕獲した時と、解体した時で2倍のアイテムがもらえるテクニックです。ちなみに解体終了直後にもう一度解体を選ぶことでモザイクが永続する不具合もあります。てかこのモザイクゲーム内のものなのかい。素材も集まったので、パルギアを作成しました。これでようやく乗れるようになったぞ。おお、確かに、これは早い。けど、なんか物足りなさがありますよね。というわけで、ジェットランのパッシブスキル厳選を始めます。これまた面倒なことが始まったぞ。移動速度が上昇するスキルは全部で4種類。一つのパルが持てるパッシブスキルも4種類。なのでそのすべてを持ったジェットランを作る必要があるんですね。とんでもない労力がかかりそうな話だ。でも実はそんな難しいことではなくて、パル同士を配合させた時に生まれる子は、親のパッシブスキルを引き継ぐ可能性が高いので、スキルが揃ったら楽に厳選ができるってわけですよ。そう聞くとそこまで難しくない気もするな。親になるジェットランを見つけさえすれば、あとは楽ちんなんですが、なかなかスキル持ちが出てくれません。結構時間かかりそうだね。弱らせるまでにも時間がかかるし、戦闘はほぼグレイシャルに任せっきりなので効率が悪いです。もうちょい効率よく周回したいよね。なのでグレイシャルの強化をしつつ周回したいと思います。どうもお持ちグレイシャルが出るのはラッキーだね。これで多少は効率が上がったぞ。この後何回も周回していく中で、当然捕獲する前に討伐してしまうミスがあったんですが。うわぁもったいない。なんとかすばしこい持ちのジェットランを捕獲することができました。うおぉ。その後、負荷から新速持ちと、走るのが得意なジェットランを入手できたので、あとは速度上昇系のスキルしかないジェットランを親にして配合を繰り返すだけになりました。やっと楽に厳選できるようになったね。はい。ということで速度の理論値が完成です。こいつには速度中の称号を与えてあげましょう。どのくらいの速度が出るのかめっちゃ楽しみ。30%、20%、15%、10% 上昇するわけだから、それぞれが別乗算ならほぼ2倍の速度になってるってわけだよ。厳選してる時に濃縮分は集まってたから、ついでだし貫突しとこう。さあ、性能チェックといこうじゃないか。うわぁ。この初速ですでにわかる圧倒的な速度、値じゃなきゃ見逃しちゃうね。こやとんでもない化け物が生み出されてしまったな。最初の拠点からひとっ飛びで、第二拠点だったところまで行けるとは、まさしく世界が変わった瞬間だね。これがあればマップ埋めくらいは朝飯前よ。この海飛んでるの楽しいの？いやー、こんだけ無駄に広い海が用意されてるもんだからさ、絶対何か隠し要素があると思って探索してたんだけど、明らかな配置ミスで海から直立してる木が一本と、これまたなんで海の上にこんな自然な形で浮いてるの？っていう村の残骸しか見つけられませんでした。どうなってんだこや。
本当に海に何もないとは思ってなかったけど、無事に全マップが埋まりました。何もないならモッドでマップ解放すればよかったね。あと面白かったのは、どうしても世界中に行ってみたくて、壁越えられないか試してみたんですが。いやいやさすがに無理でしょ。ジェットランが早すぎて上昇するだけで越えられました。ええ、さすがにガバガバすぎるぞこのゲーム。全マップ解放もできたし、霧もいいしここらで終わろうかなと考えていたところですが、クルリス像があれから100個近く増えていることに気づきました。思ったより多いんだね。全部でいくつあるか気になった僕は、攻略サイトで情報収集してきました。上位3つのサイトにある情報はそれぞれこんな感じ。発売から2週間でこんなに情報が揃ってるなんてすげえや。そして強化に使うクルリス像が174個ということで、あることに気づいちゃいました。気づいちゃったか。これは、集めるしかないよね。ということでまずは砂漠地帯から回収を始めていきましょう。砂漠地帯は数が少なくて、未回収のは全部で6個だったよ。これで150個なので、残りは106個。続いて雪山のクルリス像の回収に向かいます。雪山は最初の探索で寒すぎてやられてから、クルリス像を集めてなかったから結構残ってたよね。どんどん行くぞ。次はジャングルっぽい地域に行きます。この辺りから探しにくくなってきたため、夜の時間が長くなるように設定を変更しました。取得済みのクルリス像は昼間だと判別しにくすぎるんだよね。残す51個は本島と火山地帯のみ。まずは総数の少ない火山地帯をサクッと終わらせました。おお、もうちょっとだ。そしてそのまま本島のクルリス像を回収。ここまでゲームウィズさんの場所一覧を参考に集めてたんですが、集め終わってから数を見たところ。あれ ?430 じゃなかったっけ?どうやら430個は数え間違いで、最初の探索で記載されてない4箇所を回収できていたおかげで、なんとか256個になったというわけですな。というわけで今回は、クルリス像を430個回収するまでお届けしました。軽い探索のつもりだったのに、ほぼエンドコンテンツまで到達しちゃった感あるね。ちなみに今回強化されたと思っていた捕獲力ですが、なんとプレイ中は不具合があって、見た目の確率だけ上昇していて、効果はなかったみたいです。今回の録画が全て終わって、編集中に来たアップデートで修正されたよ。タマコッコ捕まえてる時に、93% を4連続で外した時からなんか怪しいと思ってたんだよな。次回は、拠点で作業するパルたちを最強にするのと同時に、初期拠点のお引っ越しをしようかなと考えています。効率中のタマコッコが1回でいっぱい卵を産むの、見てておもろいので結構好きです。それじゃあまた次回の動画で。まったねー。